今日みたいな日は天体観測をするのもいいかもしれませんね、ダフン。え？こんな雨の日に？見えんと思うけど。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2020年6月29日、月曜日の午前11時35分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のクイズ番組、どなたかご覧になりました？毎週難問揃いの番組なんですけど、昨日の問題もさっぱりわかりませんでした。あ、私ったら個人的なテレビの感想なんて。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただき、お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、リコートで、間違えた。お、うりちゃん。いつも株を買ってくれてありがとう。お得意様のエンさんに、うちの山で採れた新鮮なタケノコをスワークするべ。食べてもよし、植えるもよし、好きにしてくんろ、うりより。こんなんくれるんや、ありがとう。そして、アンチョビ。コレクターのアイナくんへ。こないだお母さんが僕に送ってくれたんだけど、君が喜びそうな気がしたから、思い切ってプレゼントしちゃう。君だったらきっといい感じに使ってくれるよね。君の友達、アンチョビより。何が？何もついてないけど、どういうこと？え、プレゼント付け忘れてない？え、付け忘れてないっすか？あ、ちなみに見てこれ。株ね、あの後動画外でめっちゃ買い足した。超買い足した。で、これウリちゃんからのタケノコやろ？ありがとう、三つも。お、花の観察中？ごきげんよう、アイラさん、ダフン。話に来たよ。今日みたいな日は天体観測をするのもいいかもしれませんね、ダフン。え？こんな雨の日に？見えんと思うけど。え、何も見えないと思うんですけど。何を観測するんだろうか。謎すぎる。ちゃんと今の状況を把握して言ってるんだろうか。お、どうした？アイナちゃん、ちょうどいいところに来てくれた。相談があるから聞いてよ。また家やめて。近々この島から引っ越そうかなって思ってるんだけど、アイナちゃんどう思う？絶対ダメ。この島が嫌なことかじゃないよ。ただ、アタイのハートが新しい刺激を求めてるんだよね。あは。言っちゃやだよ。アイナちゃん、アタイを引き止めてくれるの？そうだよね。この島の友達を悲しませまでやるべきことじゃないよね。うん。やっぱり引っ越しするのはやめるね。アタイの居場所はここだもん。アイナちゃんに相談してよかった。これからもよろしくね。あは。今のところ私は、この島に住んでるメンバーの中で圧倒的に可愛いと思うんだ。何かは。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、よ。こんな雨の日でもヨガをするのね。今日も一日張り切っていきましょう、よ。ただの瞑想かな。なんやろ。お、これで。住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×5 ゲット。おいし。お、シャンクやん。こんな雨の日まで。いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。シャンクはいつまでも、テンポを構えないのかい？構えた方がいいよ。スリッパピンクかわいい。買う。ありがとう。毎度あり。他に何か買っていくかい？いや、大丈夫。ありがとよ。これ、アジサイになったらカタツムリは止まらないの？絶対、今の方が合うと思うんやけど、カタツムリ。お、誰かに報告中ですか？島出ていくのやめたわー、みたいな。どうもー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。どうもどうも。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？株価をちょっと。ただいまの株価は、安くなったね、さらに。だって90何ベルかやったやろ？いやー、ダメだなぁ。とりあえずちょっといらんものを買い取っていただきたい。はい。ってことで、ちょっとこの辺のね。あとは大丈夫かな。あ、雑草もいらんや。はい、どうぞ。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計2010ベルトの買い取りでいかがでしょうか。お願いします。
ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことで、ちょっと今日はね、崖のやつを、崖の工事ライセンスをちょっと取ります。お、黄色チューリップの球根。引き取っていきます。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7日以上連続ボーナス300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、とりあえずタヌキマイル交換。で、崖工事ライセンス。崖工事ライセンスはスマホアプリ、島クリエイター用の追加の工事ライセンスでございます。6000マイルになりますが、交換いたしますか？お願いします。交換を受け付けました。ただいまよりデータを送信するため、お客様のスマホを端末に近づけてください。はい。アップデートが完了しました。ご利用ありがとうございました。イエーイ。島クリエイターで新たに崖工事ができるようになった。それは崖を削るだけ？それとも、なんもないとこにも崖を作れる？ちょ、とりあえずなんか。あ、これか。マイルを使ってマイルをゲットキャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。さあ、そして、島クリエイター。アプリからのお知らせ。新たに崖工事ライセンスの取得を確認しました。プラス、十字キーで工事の切り替えができます。詳しい使い方はアプリから確認できる使い方を見るをご覧ください。十字キーじゃないね。プラスでいいんか。真ん中のプラスボタンか。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。はい、お願いします。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。工事中は必ずヘルメットを着用し、安全第一で作業をしましょう。ってことで、これで、あ、で、こっちか。崖工事ライセンス。イェーイ。あ、ほら、やっぱ崖作れる。こんな感じや。すげえ。へえ。そして崩す。どこにでも崖が作れるわけやね。素晴らしいやん。これはもうなんか、土地の形とかめっちゃ変えれるわけだね。やばいな。さあ、これで埋まったやろ。はい、島クリエイターで島おこし。はい。崖ね。肩書き、崖っぷちのクリエイター。たぬきマイル1000マイルゲット。違う意味でやね。崖っぷち。これで、道、川、崖、各ライセンス。全部初回起動できたよ。オッケー。ってことで、工事を終わろうかな。はい、終わります。終了手続きを行っています。工事終了の手続きが完了しました。またのご利用をお待ちしております。お、ヤッホー、カジロー。お、調子はどうで、キッ。世間話でも。しっかり見回りしてるから、この島は俺には同然だぜ、キッ。それは良きだな。ちゃんとそういうパトロールをしてくれてるやつが。何やってんの、こんな雨の日に。飲み飛んでない？さっきから何か良くないものの気配を感じるの。全身をかきむしりたくなるようなこのかゆみ。もしかして、何かに疲れてるのかしら、かゆい。飲みに疲れてるよ。ちょっと待って。どこ行った？これか。網。自分の体に網を使うことはできないからな。ちょっと待って。ねえねえねえ。はぁ、よし。飲みだ！あー、かゆ。あら、かゆいとは思ってたけど、まさか飲みがいたなんて。なんだか恥ずかしいわ。取ってくれたのがあなたでよかった。勇気を出してくれてありがとう。だってば。いえいえ、別に、全然大丈夫よ。さあ、そして、アンチョビが、お家の中に、お邪魔します。今日もなんか作るようやね。どうも。ちょっと散らかってるけど、気にしないでね。いつもはもう少し綺麗なんだけど、今はお掃除どころじゃないんだ、ってし。何してるの？今ね、丸太の壁掛け時計を作ってるところなんだよ。ああ、持ってるような気がする。昨日夢の中で作り方を思いついたから、早速作ってみてるんだ。
え、丸太の壁掛け時計の作り方、君も知ってるのって知ってる。多分この間メッセージボトルから出てきたような気がする。そうだったのか。さすがエナ君、面白いなんだね。僕、丸太の壁掛け時計をいろんな人に教えたくって、作り方をメモしてみたんだ。もし君の周りに作り方知りたいって人がいたら、このメモを渡してあげてくれる？了解。たくさんの人が丸太の壁掛け時計を作ってくれると嬉しいな、でし。この家にはすごい似合いそうよね。今のところ、時計ないし。てか、この壁紙可愛いなって思うんよね、めっちゃ。ね、良きじゃない？はい、それじゃあ。あ、そういえばさ、この間の虫捕り大会でゲットした、アリ塚ね、こんな感じやった。ほら、めっちゃがっつり。超がっつり。ここからアリ出てくるんかな？そんなことはない？まあ、なんか森の奥とかに置いておこうかなと思う。家の中で筋トレっすか。雨だからね、外。おはようエナ。ちょうどイメージトレーニングが終わったとこなんだ、な心。確かに今ちょっと一息ついてる感じやったね。何か聞かせて。お、アイナ、ベルト付き水玉ワンピースなんて着てるのか。お前の今日の格好見てると、なんか夏が来たって感じがするな、な心。ありがとう。この格好は確かにちょっとね、夏っぽい格好かなとは思い言った。これって何？え、あんまりジロジロ見ないでくれよ。オイラの秘密はそんなところに隠れてないぞ、な心。引き出し？何か開く。お、着替えた。着替えた。トレーニングが終わったんよね。よう、どうかしたか、な心。世間話でも。お前昨日は化石を掘り出したんだってな。一体何の化石だったんだ？化石ってずっと昔からここにいたと思うとテンション上がるよな。くぅ、ロマンだ、な心。何の化石かはもう忘れたけど、毎日掘り起こしてるからな。はい、それじゃあ。あ、そうそう、ここのさ、これ？この案内所の旗を、マイルドで変えられるらしくって、ちょっとそれを、ゲットしてこよう。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。ということで、またしてもちょっとね、ヤマトさんがマイルドを書いてくれたので、それを読み取っていきたいと思います。あゆの猫の旗、かわいい。いいね、いいね。保存します。ってことで、これをまた、デザイン型紙に上書きしていきます。え、これをどうやって旗にするんやろ？しずえさんに話しかけるとか、そういう感じか？おおきに、またどうぞ。はい、それじゃあ、とりあえずちょっと一旦外から旗を調べてみる。は、うむ、何もできそうにない。ってことで、ちょっとしずえさんに。しずえさんや。ちょいとこちらへ。あら、イナさん、おはようございます。本日はどのようなご相談でしょうか。島の旗を変えたい。案内所の前や飛行場に掲げられているエナ島の旗のデザインについてのご相談ですね。あ、飛行場も変えれるんや。へえ。旗につきましては、マイルデザインで新しいデザインのご提案を受け付けております。よりエナ島らしい旗のデザインを、ぜひご提案ください。それは両方同じ旗のデザインになるってことかな。まあ、今のアイナ島らしい素敵なデザインですね。ではこちらのデザインを新しい旗として使わせていただきます。ご提案ありがとうございました。ちなみに他にも何かご相談はございますか？両方変わる感じっぽいね。いや、大丈夫。わかりました。また何かございましたらお気軽にご相談くださいね。もう早速変わっとんかな。あ、もしや新しいのが開いた？お。ぽいんじゃないか。なるほど、それも入るのか。アイナ島のシンボル。案内所では島民の皆さんから島のシンボルである旗とメロディーのアイデアを広く募集しているだらも。提案してくれた方にはマイルを進呈するだらも。お、二段階。あ、メロディーってことか、もう一個は。肩書き、振り切った旗振り役、たぬき回り500マイルゲット。
イエーイ。もう変わったかな。おお、変わってる。変わってるよ、変わってるよ。見てこれ。自分の顔が隠れてる。こんな感じ。で、飛行場の方は？飛行場とか旗があることすらちょっと、いまいち分かってなかったんだけど。あ、これか。なるほど。こんなところにも。ってことだ。すごくない？かわいいかわいい。良きだね。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんだかどんどんと大和さんのマイデザが溢れてきた。でもすごいよね。マイデザ全然うまく描けんけん。尊敬するわ。